大丈夫？はい、それでは午後の最初の方の、お散歩動画の方を始めさせていただきます。それでは最初は東京インキ株式会社の方から、紹介の方をしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ飛ばしってことで、ちょっとじゃあすいません、あの日刊工業、日刊さんの方にあのやってまいりました。じゃあ、簡単に会社の紹介と、あとは今回の展示で、あの見どころの方をいくつか教えていただけますでしょうか。はい、弊社、こちらに載せているんですけれども、塗る貼る重ねるを、特徴とした会社になっていまして、自社で、配合樹脂の配合設計からまず行いまして、それをあのフィルム状に塗工をする技術を持っています。でそこで、今回、出展しているのが、シート状になったものが接着剤シートと伸縮シートと発泡シートがございます。で今回、展示している製品がですね、開発品コンセプト品になるんですけれども、お客様の今回はニーズを調査するために、展示出展しております。で上にですね、書いています通り、ミクロのシートに無限の可能性をと書いています通り、あの弊社で、取り扱っているシート材というのが、数ミクロンから数十ミクロン、100ミクロン程度まではいけると思うんですけれども、そういったものを作っています。なので、お客様の中でそういう薄い材料、薄いシートを作りたいでしたり、ちょっと隙間にこう接着させたいとか、伸縮発泡させたいっていうものがございましたら、ちょっと何か、提案していただきたいなと、聞いていただきたいなと思います。今回、この、あの伸縮シートが出されてますけども、はい、これのちょっと特徴を教えてもらってよろしいですか。弊社伸縮シートいくつかあるんですけれども、今回出しているのが低糖質低歪みタイプというものになります。ちょっとあのごめんなさい、ちょっと今汚いんですけれども、このように、伸び縮みさせることができる材料になっています。でですね、今回その低糖質で低歪みで何がいいのかっていうところなんですけれども、ウェアラブルのアプリケーションだったりすると、電子機器っていうのがあの湿度とかを嫌うものになりますので、低糖質 でかつその復元性がいいというところで、そういったアプリケーションに、いけないかなということで今回は展示させていただいています。主にこうだ、ウェアラブルという話がありましたけれども、結構割と透明性が高いですね。そうですね、これに関してはかなり透明性は高いかなと思います。で厚みはこちらが25ミクロンのタイプなので非常に薄くて、丈夫なフィルムですね。だいたい用途としてはどういったところに使ってほしいなみたいな。そうですね、こちらの、伸縮シートなんですけれども、導電インクで回路をあの つけることができます。で、なのでその回路を作って、ウェアラブルの、例えば、体に貼るだったり、そもそものデバイスにしたりっていうところで、使えないかなと、考えています。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあどうも、あの日刊、以上日刊さんからでした。じゃあ次に移ります。
午後はかなり混んでるのでなかなかちょっと取材がちょっと難しいかもしれませんね。お話聞くタイミングが。今あのインターネットのライブ中継をやっていまして、はい、あの全体的な新しいものとか、うん、なんかこう面白いちょっとここ見てほしいなっていうところを今取材させていただいてるんです、はい、すいません、まずざっくり、はい、はい、説明してください。じゃあせっかくなんで、はい、ちょっと待ちくださいね。はい、よろしいですか。バイク持ってます。1分ぐらいもう大丈夫です。あ、大丈夫です。あのこちらの異分散を実現する処理顔料というものでして、こちらの YMCK4 色の有機顔料に対して表面に弊社独自の機能性のポリマーを処理しております。この機能性ポリマーの処理効果によりまして、分散時間が短くなるですとか、分散がいろんな溶剤に対して分散ができるというコンセプトの処理顔料になっています。実際にあの分散前にあの溶剤と開口するんですけども、その開口時もこちら一般的な、顔料でしたり分散剤を用いた開口のものよりも非常に良好な、黒い素粒が少なくて非常に良好な状態を取ることが分かっています。素養性の高さが一因となりまして、実際の分散時間も非常に 40% 程度短縮することができております。また素養性が高いというのも重要なんですけども、いろんなものに相用するっていうのが分散によっては非常に重要でして、はい、この無線がちょっと切れてる。はい、ちょっと失礼します。あ、こっちからやりますか。ちょっと待って、もう、すいません、失礼します。今日最初から、いや、どこからでも。あ、じゃあ続きから。あ、はい、わかりました。素養性の高さというのも重要なんですけれども、いろんなものに素養性があるという、素養性の広さというのも非常に重要でして、このように極性の低いものから高いものまで、こちら単管のアクリレードモノマーという、UV で硬化するタイプのインクジェットによく使われるものになるんですけども、そういったものへの、さまざまなモノマーへの分散も達成しております。適用の用途としては、UV で硬化するタイプのインクジェットでしたり、溶剤でのインクジェットにも適用可能です。将来的にはこの技術を用いまして、有機材料の無機材料の処理を考えております。今回のテーマとしては以上なんですけど、実際にこちらが印刷した印刷物になりまして、非常に微分散ができているので発色性も良好というものになっております。今までもまあ当然ながらこう分散して一気にしていくってことの、はい、試みってのあるわけですけれども、はい、それに比べて何がどういうふうに変化して今回の材料に至ってるっていう、はい、まあ、どこに課題があったわけですか、今までの材料と比べて。はい、そうですね、水系でしたりする、水系ですと溶剤というのは、溶媒というのは水単体なんですけれども、はい、UV 系だったり溶剤系というのはその溶剤に種類があるので、それぞれに全てに分散ができる配合を見つけるというのは結構難しいものになります。それに対して今回は独自の処理をすでにしてしまっている顔料というものを、こういった
さまざまな種類の溶剤に対して分散をするだけで、済むというのはやっぱり一つのメリットかなと。今までじゃあ顔料の特性に合わせて、まあ、この分散剤とか配合とかを決めてたのが、これだったらある程度 のなんていうのかな、広さの中で、はいはい、処理できる、処理っていうか処方できるみたいな、そういったイメージなんですかね。そうですね、万能性が高くなるというんでしょうか。はい、非常に万能性が高いなっています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次とか。いきます。はい。はい。今回は低発人性の導体性コンパウンドっていう展示しておりまして、今回まあカーボンナノチューブ使ったまあコンパウンドになるんですけども、今回の売りとしてはこの低発人性グリーンしてます。低発人性っていうのは、やっぱり塵とかホコリ、まあ、削れカスとかそういったあと練り込んだカーボンそのものが出てこないっていうのが、まあ、低発人性っていうのはいうものになるんですけども、今回はその、メリットについて、紹介しておりまして、実際、ですね、まずクロスカット試験と呼ばれる針で成形品傷つける試験というのも行っておりまして、左側の写真がカーボンブラックでやっぱ削れカスが結構出るんですけども、これですね、はい、で右側の CNT 編ですとその削れカスが出にくいと。これはですね、やっぱり CNT の方が低添加 の添加量が少ないでも導電性を発現するっていうことから、まあ、こういったことが起こります。でさらに摩耗試験っていう成形品の表面をヤスリ、紙や、まあ、ヤスリちょっと削るような試験を行ったっていうのが右側の試験になりまして、実際カーボン品に比べて 50% ほど摩耗した削れカスって摩耗した量っていうのが減ることが確認できております。でさらにですね、その摩耗した成形品の表面を、セムで観察したものがこの写真になるんですけども、 CNT 品の方ですとこの白い糸みたいなのが CNT なんですけども、そういったものがで、一方カーボン品っていうのがですね、この白い粒がカーボンなんですけど、この穴が結構カーボン品っていうのは開いていまして、この穴っていうのがですね、カーボンブラックが脱落した穴っていうことで、そういう意味でも CNT っていうのは細い繊維がこの見てもらって細いっていうのが分かる、それが長いので樹脂中にしっかり食い込んでいる、そういう部分で抜けづらい、でカーボンブラックはどうしてもポロポロと落ちてくる、そういう部分でも発人性っていうのがしづらいっていうのが一応検証できております。で今回はそのこういったまあメリットをまあ提案しているっていうのが今回の展示になります。これは実際のものなんでしょうか。ちょっとこれだと分かりづらいんですけども、実際そうですね、左がカーボンで CNT なんですけど、ちょっと分かりづらいんですけどもちょっとこれ実際写真でもちょっと拡大しても見やすいんですけど、傷がつきにくくなっていてですね、で例えば半導体に使われる電子 IC チップとかの輸送容器とかそういったものとかにもですね、実際使用できるんではないかっていうことを今考えています。ありがとうございます、はい。そうですね、こちらの方もカーボンナノチューブ、こちらもカーボンナノチューブなんですけども、こちらの方では練り込む、まあ、入れるカーボンナノチューブを入れる素体がウレタン樹脂っていう、まあ、ゴム柔らかいものに入れた場合の、ご紹介になっておりまして、通常の、まあのカーボンブラックに比べて、まあ、多分低点火で導電性が発生できるというのは、まあ、先ほどと同じなんですけども、まあ、それによってですね、これが、本来のその柔らかさ、これ触ってもらうと分かりやすいんですけど、これがカーボン品っていうのは硬くてですね、はい、CNT 品っていうのはもう本来のウレタンの柔らかさを保持したまま、まあ、これ同じ電気抵抗を出すんですけども、ちょっと硬いけど、はい、こっちはなんかまあゴムというか、これが柔らかいですね、はい、低点火で導電性を発現できるので、このように CNT 品っていうのはもう柔らかさを維持できている。でさらにですね、引っ張った時の伸びと呼ばれる、まあ、物性もあるんです、そういった部分も、CNT 品、あ、まあ、実際この動画がちょうどそうで、左が CNT、右がカーボンなんですけども、簡単にカーボンの方が短く伸びた時切れて、はい、CNT 品の方がより長く伸びていくような、こういう部分でもですね、かなり伸びますね、はい、もう倍以上伸びておりまして、こういった部分でも CNT 品のメリットになります。でさらにですね、一応この引っ張ったもの引っ張っていくと、通常のカーボン品も導電性が落ちていくんですよね、引っ張った時に。あ、はいはい、でその
それを確認したのがこの右のグラフになっておりまして、灰色のものがカーボン品なんですけども、引っ張っていくと結構蛍光がどんどん上がっていくんです、はい、で下のCNT 品は緑と青なんですけども、その CNT 品の方が緩やかに上昇していくような、その引っ張った時の抵抗、まあ、も上がりにくいっていうのは CNT 品のメリットかなと思います。これはあの引っ張ってもその導電ネットワークは維持されるというような、はいはい、CNT の方がそうですね、ネットワークを維持したまま、やっぱりそれによってしっかり導電性がパスがつながった状態維持されるということで、このような現象がなるんではないかと考えております。だいたいアプリケーションとしてはどんなところをイメージして、ね、イメージとしてはやっぱりその今ですと生態の IoT とかそういう生態につけるようなフェラブルなものとして、なんかそういうものに応用展開できないかっていうことをちょっと考えながら開発しています。はい、まあ、これは参考出展ということで、はい、参考出展なので、まあ、まだ、はい、具体的な、まあ、用途っていうのはないんですが、はい、まあ、そういったものでは展開できるんではないかなというのは考えております。はい、じゃあどうもありがとうございました。以上第二次生花さん の, あのブースの紹介を終わらさせていただきます。また3日間よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ次参ります。展示会の 見どころとかをですね、ちょっと簡単にあのご紹介をお願いできればと思います。はい、はい、見どころですね、今回新規の新しい、面白い材料を展示しておりまして、液状で酸素を吸収する材料ですとか、特徴のある、反応性の異なる二次結合を持つメタクリレートで、それによっていろいろなソリューションを提案しておりますので、ぜひ、ご来場いただければと思います。また、金曜日にセミナーも予定しておりますので、ぜひ、来ていただければと思います。よろしくお願いします。割とあの今回は製品というよりは、まあ、こういったことにお困りの方に対しての、まあ、レシピというか処方みたいな展示なんですけれども、はい、実際こういったお悩みというのは結構寄せられたりするものなんですか？そうですね、はい、こういったところでやはりお困りの方が多くてですね、そういった方に興味を持っていただいて、サンプル提供したり、また詳しい資料をお送りしたりしてます。この塗膜物繊維お悩みの方って、まあ、塗膜物繊維の悩み、まあ、カールの問題とかって、まあ、よく、ね、聞く話ですが、これは具体的にどういった形でソリューションみたいな形の提案なんですか？そうですね、よく、いろんな材料にコーティング剤があって、まあ、そのコーティングが、こう傷がつくのを防止するような役割を果たしているかと思うんですけれども、まあ、そういった時にどうしても硬さを出すと柔軟性が損なわれて脆くなったりとか、カールしてしまって密着性が出なかったりしてしまうんですけれども、まあ、そういったところをですね、両立トレードオフを、なくして両立したハードコートができるというのが特徴になっています。はい、ありがとうございました。まあ、今回ですね、割といろんなところがありますけど、もう一つがなんかちょっと具体的なところをちょっとご紹介いただくことかなんですか？はい、こちらもう一つですね、液状で酸素を吸収できるというのが、まあ、非常に特徴的な材料。どれですか？こちらの DBNG です、ね、はいはいはい、です。まあ、液状なのでいろんな材料に簡単に混ぜられるというところと、まあ、いわゆる酸化防止剤として使えるんですけれども、一般的な酸化防止剤粉状なので、こういった透明な材料に混ぜるとちょっと析出とか若干その外観上の不具合があったりするんですけれども、まあ、液状なのでそういった不具合なくしながら、しっかり酸化防止できるというような材料になっております。これは、例えば射出成形であったりとかそういう時に添加剤として入れるっていう、そんなイメージなんですか？そうですね、はい、コーティング剤のこう添加にしたりとか、はい、
まあ、あの樹脂だけではなくて色素とか、まあ、機能性の材料 UV 吸収剤なんかの、とか、まあ、酸素で酸化でこう劣化してしまうような材料全般的にですね、その酸化を抑制する効果を持っています。これは大体材料に対してどれぐらいの量を入れたりするものなんですか？はい、まあ、大体 1% 前後で、はい、あの効果が出るものになります。結構ね、効果的にもやっぱりあそこの何でしょう、茶色っていいんですかね、ちょっと黄変したものから入れることによってちょっとこうマイルドな、はい、そうですね、はい、あの入れないで、酸化してしまうと左側のように、茶色くなってしまうんですけれども、入れておくと、これ UV を照射してるんですけれども、酸化をよあの促進するような条件でも抑制して、まあ、元の色をなるべく保っているというような写真があります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ以上をもちまして、クラレの方の企業紹介のあブース紹介の方を終わらさせていただきます。じゃあ次参ります。じゃあ次はあの名和グラビアさんの方にお邪魔させていただきました。今回 の, あの展示会の見どころについていくつか教えていただければなと思うのですが、はい、今回はですねちょっとご紹介しているのはあのメッシュフィルムを中心としたあの商品になっています。弊社あのモルトプリントというあの技術なんですけども、あのグラビア印刷の黄斑を応用した形の商品になっています、はい、でこのメッシュ素材というのは柔らかくて伸縮性があってキックバック性がとてもいいあの商品になってます。こういったあのブラジャーのこういったウィングのところ、はい、あるいはあのヨガパンツのこういったウエストのところにこういうところに使われます。非常にあの伸縮性のいい素材でちゃんと元に戻るというのがあの今回の商品になってます。これは実際にもう世に出てらっしゃる、ね、そうですね、もう実際にこういったあの製品の中に入っているのであまり表には出てないんですけども、ただ一部あのこういったあの外に出る商品もあのございます。はい、こういった材料ですね。これはどういったパンツなんですか？これはねあの、コンプレッションウェアという商品になってまして、はい、これもまああの場所によってこうあの締めるという圧をかけるという形状によってそういった材料になっています。あの奥の方に入ってきた、はい、じゃあこういった製法なんですけど、あのグラビアの黄斑にこういったあの樹脂なんですけど回転させながら機材で取るという商品になってます、まあ、こういったあのこういうメッシュ材料であったりとかこの版の形状によってこういった柄も表現できます。こういった柄ですね。あ、なるほど。これは機材この空間に空流になっているところは何かこう機材はあるの？黄斑で、はい、あの形作ってますから、あ、はい、この空いてるところというのが版の金型ですね。何も入ってない、樹脂が入ってないという状態。じゃあ機材というのはあくまで本当に機材でそれをこうまた剥がしていくってそんなイメージなんですか？はいはい、剥がしていくみたいな感じですね。はい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 、で、あのこういった材料がこのサンプルですね。これがあのウエストのところにあの使われているという、これが実際 の, あのイメージですね。イメージサンプル。結構いろんな場面に使われてますね、こういった素材はね。あ、そうですね、はい、あのちょっと写真にちょっとあるんですけど、はい、あの 例としてあの金属バットのグリップのところと、はい、あのテニスのラケットのグリップ、あの樹脂をあの振動原水という樹脂、はい、まあ、オレオ緩和ですけども、そういった樹脂にすることによって衝撃吸収の機能を持ったあの材料になっています。こういったあの用途例もあのあります。はい、なるほど。向こうの、まあ、導電性シートとか、はい、蓄光シートとかあれもちょっとご紹介いただければと思いますが、はい、どうぞ。
ちょっとこのあたりはまだ開発商品なんですけども、はい、導電シートに関してはこれ塩ビの材料でメッシュシートのブランク紙で この材料に表面をあのコーティングしてます。ちょっとあのスイッチを入れますスイッチ入れます。ちょっと見えますかね。はい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 、電気が通ってる、はい、通ってるっていう、はい、もう一回お願いできます、はい、いいですか。見えますか。一回もう一回外してもらって、もう一回つけてもらっていいですか。あ、ちゃんと動いてる、はい、これは表面にどういった材料を塗ってらっしゃるんですか。ここはちょっとなかなか企業秘密になったんですけど、はいはい、あの弊社 の特殊な、はい、材料を使ってます。まだちょっと開発商品になってますので、はい、これからです。じゃあこれからちょっとまた展開を、はい、あとは、蓄光シートの方はちょっと覗いてみないと分かりにくいんですけど、覗ける、はい、ちょっと光ってますよね。電気を直結してみましょうか。この状態で、はい、暗闇の時は暗闇の時、あ、はいはい、あ、はい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 、ありますかね。ちょっとこれ消してもらっていいですか。あ、確かにあのよくね、あの蓄光サインみたいな、はい、あんな感じでのこう、はい、うっすら緑が残るという、そうそうそうですね。これもちょっと、まあ、あのこれからの用途開発になるんですけども、あとは、まあ、あの断熱シートの方もあの今回ちょっと何点か展示してます。でこれはあの遮熱効果としては大体30分で約 5.1 度の効果ですね、うん。軽量化の方も約2割ぐらいあの軽量化できているし、あの材料になっています。確かに軽いですね、はい、中には首相を設けることによってちょっと軽くできるので、フィラーをちょっと大体がちょっと塗るような形。でも使われているのは基本的にはこういったそのモールドプリントって言うんですか。そうですね、基本的に今回展示しているものはモールドプリント の商品があの中心になってます。これもそうですね、さっきの熱可塑性で、はい、あの 熱であの樹脂を固めてこう形状を作るんですけど、こちらの方は UV ですね、はい、紫外線で、樹脂を固めるというような、うん、あのやり方になってます。で作り方もほぼほぼ一緒です。あのへこんだ金型に樹脂を充填して、上にあのペットフィルム、透明、あの紫外線を当てるので、はい、透明性を必要とするので、あのペットフィルムを使います。で固めて、でそのフラットのところに印刷をすることによって、さまざまな衣装があの表現できるっていう状態です。なるほど、これがあの成形サンプルなんですけど、これは金型の模様によってこういった形状を表現します。またこれを転写紙としてもあの使えると。あ、じゃあこれを、まあ、こういった木目にやると、そういったそのテクスチャーも含めての、そうですね、樹脂、はい、も楽しめるってことですね。楽しめる、はい、あとはあの樹脂を、もうちょっとこう伸びる材料にすると、これアクリル系の樹脂なんですけど、はい、こういったあの曲がったところにも対応伸びる樹脂になってます、はい、あー、カーブと約 2.5 倍ぐらい伸びるんですけど、これはなんかトム成形みたいな、これは普通に張り込んでる。そうですね、あのインサート成形というか、インサート成形です、はいはい、はい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 、という商品ですね。モルトプリント、モルトプリント、こういったあの、はい、モルトプリントを中心とした展示会になってます。はい、ありがとうございました。じゃあ、あの以上、名和グリーパーグラビアさんの、あの紹介の方を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。3日間よろしくお願いします、はい、じゃあそれでは隣の KJ 徳志さんの
ブースの方にやってまいりました。今回の新しいものとか、まあ、見どころみたいなのですね、いくつか教えていただければと思うんですが、はい、はい、ありがとうございます。 KG 特殊士と申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、開発製品に特化してですね展示しておりまして、我々のですね培ってきた、すき込みの技術、だったりとかですね眼振の技術、なんかを生かしてですね新しい製品の展開をしております。例えばですねこちらなんかは、無機繊維、セラミックの繊維をですねすき込んで、だいたい 80% から 85% ぐらいまですき込みまして、シートを作成しております。まあ、こういった感じでですね、燃焼させてもですね、形状を保持したままですね、いる特徴を生かしまして、まあ、こういったですね工業用のフィルターハニカム状に加工してフィルターなんかに、使用されていたりする実績がございます。まあ、それ以外にもですね不燃の強みを生かしてですね最近なんかは建材用途なんかでのお問い合わせをいただいたりなんかしております。で続いてはですね紙すきとはまたちょっと異なるんですけれどもカーボンナノチューブを均一にですね高濃度で分散する技術を生かしましてこういったですねリキッド状のカーボンナノチューブのリキッドなんかを展開しております。フィルムに塗装したですねシート状だったり被膜させたシートなんかも今回は展示させていただいております。まあ、用途としてはですね、ヒーターだったりとか、あとは雪の除雪用、だったりなど、の展開をですね、想定しております。で続いては、先ほど申し上げたですね、すき込みの技術、こちらを生かした、活性炭消臭紙になります。紙の中にですね、ヤシガラ活性炭と天然の鉱物をすき込みまして、消臭性を持たせると。いったアイテムになります。かなりですね紙の中に、多くの活性炭をすき込むことができまして、だいたい 40% 紙に対して 40% から 50% ぐらいまで最大ですき込むことが可能です。で活性炭の消臭能力というのは物理的にですね、活性炭の、隙間の中にですね匂いを閉じ込めるというのがメカニズムになりますのでたくさんすき込めればすき込めるほど、消臭能力が高くなるというものになります。最後にですね、抗菌吸水シートですね、抗菌の繊維をすき込んだ抗菌吸水シートになります。まあ、これ一番最近の開発アイテムになりますので用途展開はですねまたこれからになるんですけれども今想定しているのは、こういったですね、発芽用の、試験紙ですね、通常のロシだとカビが生えて生産性が上がらないところを、抗菌吸水シートを使用していただければカビが生えないので、生産性を上げられるというものになります。あとはですね切り花の延命用、切り口の部分に巻いて、水につけていただければ水がきれいなままですね、切り花を延命させられると、あとはですねセルロース、100% ですね植物由来でできておりますので、土の中にですね埋めてポットとして使ってもですね、成分解してですね土に変えるという特徴もありますので、サステナブルでですね環境に優しい、シートとしても、これから展開していきたいと考えております。以上になります。これは抗菌ということは抗菌のメカニズムというのは、まあ、銀系であったりとか、まあ、それは求められるものに対していろんなことができるということなんでしょうか。あ、そうですね、はい、抗菌の繊維をすき込んでおります。はい、はいはい、なるほど。あとこちらの方の、まあ、ナノシリーズなんですけども、これまあ多分変える基板であったりとかそういったところであると思うんですけども、はい、これは例えばインクの形状に例えば、まあ、印刷もいろんな形状があるパターンがあると思うんですけども、はい、どういった印刷の方法でも、まあ、これを印記化することによってどういったところに使える。そうですね、用途展開はお客さんの要望に合わせてですね、はい、あくまで我々としては素材の提供というところにはなるんですけれども、はい、まあ、インクとしての、お問い合わせというのも中にはございます。はい、まあ、いろいろと多分ですね、その
カーボンナノチューブの根詰まりとかもあるので印刷機に合うかどうかというところはあるとは思うんですけれども、まあ、その辺も含めてですね開発案件として扱っております。あ、じゃあこれからそういったところ、まあ、インキ屋さん含めて、はい、素材屋さん含めてのこうアプリケーションは今なんかやってらっしゃるということで、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で以上をもちまして、KJ 特殊さんの方の紹介を終わらせていきます。どうもありがとうございました。また3日間よろしくお願いします。失礼します。大丈夫かな。はい、じゃあセコニックさんのブースにやってまいりました。で紹介の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね我々展示していますのが、振動式のインライン粘土計というものを展示しています。粘土計というとですね一般的に卓上で測るっていうものが多いんですけども、我々の粘土計の特徴としましては配管とかタンクにですね数付けをして、粘土が測れるっていうものを、展示しています。で今回ですね展示している目的としましては、新商品ということでこちらちょっと見ていただきたいんですけども、2つございまして、1つ目がですね、2023年発売予定ということで FVM700 シリーズというのがございます。でこちらですね、従来の粘土計との違いとしましてはもともと我々粘土計ですねこのコントローラー と、センサーということで1対1の、組み合わせだけだったんですけども、今回こちらのですね中継機っていうものがつくことによって複数のチャンネルを1つのコントローラーで、管理することができるようになっております。こちらが、1つ目ですね。で次にですね、こちらちょっと見ていただきたいんですけども、粘土の自動調整装置のイメージということで、こちらですね、何をしているかといいますとこちらのですね、超液層というものと、塗光層というものがございまして、この超液層というところで一定のですね粘土値こちらを見ていただくとですね、はい、数値が書いてあるんですけど、この数値に、あらかじめですね敷地というものを決めておいて、この敷地にですね、この液体の粘土が入るようにということで調整をして、でそこでですね一定の数値になったら、ここの、超液層から、塗光層の方に液をこう流し込んでいるというような形になります。でこちらのですねターゲットとしましては、フィルムとかコーティングメーカーさんとか、あとはですねインク関係とかですね、自動車業界さんとかの、バッテリー関係ですね、そういったところのですねお客様の方でこういった粘土調整まで、したいというようなご要望がございましたので、今回ですね我々 のグループ会社で、コンピュートローさんというのがございまして、はい、そちらのですねソフトの方の、を共同で開発させていただいて、こちら今日展示しております。これはもう2023年ですがもう今年に発売予定ということで、はい、はい、今年に発売予定になってます。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ以上をもちましてセコニックさんの方の取材を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、じゃあすいません。はい、今回ネットでもって今配信で新しい材料の方を紹介してるんですけども、今回の展示会の見どころの方ですね、はい、いくつかちょっとご紹介いただけますでしょうか。当社がそのアルミニウム化合物 の、 製造開発やってる会社になってまして、はい、今回は従来のそのアルミニウム化合物に加えて開発品であったりとか技術紹介みたいな位置づけの製品も展示してますので、そういったところをご覧いただいてます。今回今なかなかこうアルミニウムの材料っていうのはなかなかこう応用含めてちょっとこうパッと分かりにくいんですけども、主にどういったところに使われたりするんですか。製品によって用途は異なるんですけど
例えば こちらの展示されているベーマイトとかですと、はい、樹脂のフィラーとして樹脂にその耐熱性を与えたりとか難燃性を付与したりとか、うん、そういった粒子になってます。これは一般的に大体どれぐらいのこうなんていうか量というのを入れたりするんですか、まあ、よくパーセントとか重さ的なところとかで言ったりしますけど、そうですね、まあ、配合量はその各社さんその樹脂メーカーとか加工屋さんによって、はい、変わってくるところでして、まあそうですね、まあ、割合としては数パーセントとか、うん、それぐらいになるのかなと思ってますけど、まあ、我々で実際にそういった樹脂の加工をしているわけじゃなくてあくまで原料として提供させていただいてますので、はい、各メーカーさんにお使いいただいているような製品になっています。こういったその微粉体で一番こうなんていうのかな苦労されるのは割とダマになったりとか、はいはい、分散がうまくいかないよっていうのがあるんですけど、こういった材料とかっていうのは例えば表面に何かこう特性とかっていうのはなんか工夫とかあられたりするんですか？表面処理と現状は特にしてはないですね、うん、粒子サイズが複数ありますので、はい、そのハンドリングを見ながら各社さんに選択いただいてお使いいただいているようなものになります。いわゆる細かいとより凝集しやすかったりとかダマになりやすかったりするので、うん、そういう場合はちょっと大きめの粒子を選択いただいたりとか評価状況によって使い分けていただいているような形です。ここにすみません試作品っていうのがあるんですけど、はい、これは具体的にどういったものなんでしょうか？こちらが冒頭で申し上げたような要は技術紹介のようなところになってまして、はいはいはい、まあ、基本的にそのアルミナ系の素材でいわゆるそのよりその微粒子化したりとか、うん、あとは何て言うんですか、我々のその技術の中でその最高をコントロールしたアルミナだったりとかっていうところを、まあ、今後のその市場性とかを探る意味合いでも展示させていただいてます。こういったアルミナ繊維っていうのは例えばアプリケーションとか、まあ、お客さんが使うことによってどういったことがこう改良されていくみたいなことはあるんですか？こちらは単純な繊維だけではなくて金属の微粒子を探知させているものになりますので触媒用途であったりとかそういった用途への展開を今模索している製品になってます。はい、ありがとうございましたじゃあ大明化学さんの方また3日間よろしくお願いいたします。お忙しいところありがとうございました。じゃあ失礼いたします。じゃあ次の方に移らさせていただきます。はい、すいません突如お伺いしてすいません今回展示会の方のですね、まあ、見どころみたいな形で、はい、ブースの、まあ、新しいとかこれ面白いよっていうところをですね、まあ、いくつか分かりやすく教えていただければと思います。ちょっと待ってもらっていいですか？はい、今考えてはい、まずこういうこのガラス合わせガラス、まあ、よくねこういったこう熱を通して高くないよみたいな感じなんですけども、これは今までの材料と合わせてどういったところが変わってくるんでしょうか？あ、そうですね、これはこちらが全然厚くないですね。そうですね、こちらはセルロースナノファイバーを使ってまして、このガラスとガラスの間にセルロースナノファイバーの膜を入れることによって遮熱対策を取ることができる材料になっています。これは膜はあれですか、こうフィルム状のものを貼ったりするんですか？あ、そうですね、このようにガラスとガラスの間にフィルム状にこの材料をフィルム状にしてそれを挟んでいる状態です。そういったこうフィルムまでは大学の方で大体こんな形の処方みたいな形のイメージは作られるんですか？そうですね、一応これは大学とあと熊本県ですね、はいはいはい、県 の工業技術センターさんと一緒に協力して材料開発をしているものでして、はい、
一応があの企業ももうすでに企業との連携もしてまして、はい、今実際こちらであの環境省の事業なんですけれども、実際環境省の事業を用いて実際の住宅の窓にガラスに使って1年間の実証実験を今行っているところです。あのまあピーロットって今有機系 の, あの導電材料としては非常に優秀で、ただまあ一般的に銀ナノであったりとか銀系の材料とかと比べるとどうなのかなとか、なかなか有機系であるがゆえ の, その難しさみたいなのがあるんですけども、例えばこういう遮熱膜への可能性っていうのはやっぱ結構期待持てるものがあるんですか？そうですね、あのやはり昨今だと自動車のフロントガラスにこういうのを使うことによって車内の温度の上昇を防いだりですね、はい、まあ、住宅ももちろんあのやっぱり中の冷房対策ですね、やはり電気代が上がるということをやっぱりガラスをうまくあの遮熱することによって、熱を遮断することによって部屋の温度の上昇を下げるとかということで使えられると思います。あとはまあ無機系のものだと例えば色がついたりとか、はい、あったりしますね。よくまあ今熱線車線だとあの色類とかあったりすると思うんですけど、はい、そういったものと比べてまあなんていうのかな、ガラスの色とかまあデザインであったりとか、はい、まあ、邪魔したりするケースもまあ、まあ、まああるのかなと思ったりするんですが、これに対してはどうなんでしょうか？あ、もうこれは特に色がついてるわけではないので、通常のガラスと同じ状態 で使えるということですね、はい。まあ、なんか変な意地悪な質問かもしれませんけども、耐久性とか耐候性ってのはどうなんでしょうか？あ、耐久性は今実際まあ1年間使ってみて、はい、今のところ劣化がないっていうことは証明されて、そうですね、なるほど。まあ、ガラスって一度貼るとなかなかね5年10年使ったりするものなの で、はい、まあ、多分そんなには大丈夫かなみたいな、はい、なるほど、ありがとうございます。あとこちらの方の中、はい、はい、すいません、はい、こちらはあの熊本県にのある企業がですね、はい、のあの開口をあの無菌状態で養蚕するっていう工場を作られてまして、そこと熊本大学が一緒にタッグを組んで研究を行っているものなんですけれども、はい、この開口の材料からですね、フィブロインっていう物質を取り出しまして、それを水溶化することによって、まあ、こちらが水溶化した液体なんですけども、はいはい、これをこのようにフィルム化することで、あの生体材料に使えないかっていう研究を行ってます。実際こちらの液体もそうなんですけれども、今冠動脈ステントとかですね、ステントの被覆剤として使うことによって、あの生体との拒絶反応が低い材料ですねとして使えないかっていう研究も進めてまして、まあ、あのやはりあの世界中どこ探しても無菌でこういう養蚕技術をしている工場がないですので、これの出口先ですね、糸以外の使い道として、はい、あの付加価値が高い材料としてできないかということを研究しているものです。この無菌シルクタンパク質、まあ、解雇から多分出てくる時っていうのはそんな無菌、まあ、解雇自体の中とか、まあ、人間の体の中自体もまあ基本は無菌だと思うんですけども、はい、やっぱ出てくるものに関しては基本無菌だったりするんですか？それとも何かこう、あ、そうです、あのもうその建物自体が、はい、あの無菌状態、はい、あのクリーンベンチ、クリーンルームと同じ状態の最高品質の状態ですので、はい、もう出てきたものから無菌状態で出荷しているっていう、でそれをそのまま生体に使っても、そうですね、まあ、基本はあの問題ないだろうと、はい、実際このここの研究としては、あの最近ではあの海外の、ベンチャーですね、医療系ベンチャーとも組んでまして、そういう医療材料の発展が今進められているところです。今あのシルク系のタンパク質、まあ、あのなんですかね、セルロースナノファイバーと同じで、やっぱあれも結構割と、ね、細かなものがありますけど、やっぱりそういったその単分なんていうのかな、一本一本細かくしてこういったものを作るって、そんなイメージなんですか？これは一本一本、いや、そういうまではいかなくて、はいはい、これは一本一本っていうよりも、もうシルクから取り出した材料をそのまま液化して、液化して、はい、あ、そういうことですね。これ割とフィルムの成形っていうのは結構可能、簡単なんですか？そうですね、簡単ですね。今実際これはすごく柔らかいものなんですけれども、はい、
混合する材料を変えることによって、はい、ちょっと硬くしたりとか、はい、あと水に溶けづらくしたりとかっていうすることもすごく容易にできるそうです。そうなんですね、はい、これ自体の機能というのはどういった形のものが出てくるんですか？あ、これ自体はもう実際本当にフィルム化した後にその今一つはもうこれ自体で、はい、その人工血管とかですね、はい、そういうのにできないかとかも考えてまして、はいはいはい、なるほど、はい、ちょっとこれから用途をいろいろ考えていこうかというところですね。そういった材料がまだできているよということ で、はい、はい、どうもありがとうございました、うん、じゃあ、 以上をもちましたの熊本大学さんの方の技術の方紹介ありがとうございました。どうも失礼いたします。じゃあ次行きます。はい、どうもこんにちは。こんにちは。アズマックスさんの方のブースの方にやってまいりました。正確に言うと、カメラさん来れるかな？アズマグループ。あ、アズマグループ。はい。アズマ株式会社とアズマックスの、はい。アズマグループでですね、代表的な2社、はい、アズマ株式会社とアズマックス株式会社の2社をこのブースでご紹介させていただいております。グループでですね、あなたの科学ビジネスをトータル支援と。いうふうに言っておりますけど、一つはですね、アズマ株式会社の受託の工場です、はい、合成、ブレンド、小分け、またはタンクを使ってですね、お客様がニーズとしている化学物質を作るにあたって我々がご協力させていただいて、我々の設備を用いて、いろいろな新しい商品、増量したい製品を、製造していただくという、工場の設備をご紹介しております。キャッチコピー、ワンストップサポーティングというふうに歌っておりますけれども、さまざまなラインナップ、設備ではですね、ありますので、細かく言うと大変になっちゃいますから、まず我々の方にご相談くださいと、はい、いろいろな形で対応させていただきますというのを紹介している会社です。こういった設備をすると同時にですね、グループ会社アズマックスではですね、アメリカのゲレスト社、はい、ゲレスト社と呼びますけれども、ここの珪藻化合物、および有機化合、有機金属の化合物をですね、輸入販売するということでやらせてもらっております。非常にユニークなラインナップ、多種多様なですね、化合物を持っておりますので、キャッチコピーとしては同じようにですね、新たな化合物を探しているお客様にはきっと面白いものが見つかるだろうということとして、商社として、ゲレスト社を紹介しているということです。このグループ会社の中でですね、いろいろなものが、シナジーしていくことによってですね、新たな科学の分野において我々のお手伝いができる部分が出てくるのではないかということで、このブースをご紹介しております。ぜひですね、一度立ち寄っていただいて、こんな問題かなとか、こんなことできないかなというふうにお声掛けいただければ嬉しいと思います。割と受託構成っていうと、まあ、大体最初テストから始まるケースが多いと思うんですけども、はい、大体こう最低のロットみたいなのはあったりするんですか？やはりですね、1グラム、もう1グラム切るような商品から、数トンレベルのですね、合成まで、だから試作から、まあ、ある程度の本生産まで、はい、割ともう何でも幅広くできるというような、はい、お客様の方では大きなラインを持ってるんだけどスケールアップができないっていうような時にはですね、はい、うちの工場の中でスケールアップをいろいろ確認していくということもできます。あ、なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ以上、あの東グループの紹介でございました。ありがとうございました、はい、じゃあまたよろしくお願いいたします。引き続きよろしくお願いします。こんにちは。今あのインターネット YouTube 上でですね、あの展示会の見どころをあの各社さん伺ってるんですけども、今回四国化成さんの方で、まあ、これがまあ新しいとか、これここをちょっと見どころとして紹介してるっていうのがあれば教えていただきたいんですが、はい、そうですね、弊社ですと、まあ、高機能樹脂加強材でしたり低油田材料といったものを、まあ、今ピックアップにして取り扱わせていただいております。例えば高機能材料でしたらば、こちら見えます TSG というものがございまして、こちらは、チオールといわれる SH のものですね。こちらがまあ4つあって、これがまあ例えばエポキシ樹脂でしたり、そういったものとまあ常温でもすぐに反応して固まってくれますよといった、そういった製品になっております。
で、加えまして電油電材料の方ですね、こちら TAG L ダイクといったものを今回出させていただいております。この電油電材料としたしましてタイク TIC っていうのはよく使われているんですけれども、それと比べまして今回弊社扱わせていただいております L ダイクは、DKDF、あとはまあ耐湿性 TG、そういったところでまあタイプと差別化を図れるといった製品になっております。結構用途としてはまあ油田フィルムであったりとか、まあ、あとは塗材としてのそのなんていうのかな、あのディスペンサーとか、そういったいろんな用途としてはあるんでしょうか、これは。そうですね、今おっしゃっていただきました用途が、はい、よく引き合いとして出させていただいております。割とね、これからやっぱりあの電気自動車だったりとか、なかなかこうやっぱりこう切り分けというんでしょうかね、はい、いうところも結構あるので、こういった材料があの大事になってくるのかなというふうには思うんですけれども、はい、やっぱそういったところの分野というのは結構多かったりするんですか。そうですね、先ほど、お話しいただきました自動車業界でしたり、あとは、フォトレジスト、半導体、あとは高機能材料として、まあ、積層板系といった用途もよく使われております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ四国家庭さんのブースにお邪魔しました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。すみません、あの今 YouTube の方でですね、はい、あの展示会の方を紹介しておりまして、まあ、簡単にあの今回の見どころを教えていただければと思います。はい、弊社はですね、河合石灰工業、ちょっと待ってください、はい、ですよ。はい、どうぞ。はい、弊社は河合石灰工業株式会社という会社でして、まあ、名前の通り石灰の製造販売をしている会社になります。石灰の方の技術を応用しまして、こちらにありますベーマイトという製品を開発しまして製造販売をしております。ベーマイトっていうのは簡単に言うとアルミナに一つ水がついたような物質ですね。主にあの難燃剤とか補強剤等々で使われております。弊社の特徴としてはこのベーマイトっていう一つの粒子をですね、いろんな形にコントロールするような技術を持っていることが特徴になっています。まあ、なので使用用途によってこういう形がいいなっていうのにお答えして開発をしてお出しするようなことも可能でございます。今回の展示会のメインはですね、高熱伝導性ベーマイトというものでして、まあ、ベーマイトに熱伝導性を付与したようなものですね。なので、まあ、最近の流行りで伝導性がいいものってお探しの方はぜひ一度試していただければなと思います。まあ、他にもですね、微細な、まあ、細かいベーマイトをですね、薄膜か小型かって言われている中で、まあ、ご使用いただければなと思います。まあ、その他の開発品でしたり、LH っていうのはまあ水酸化アルミニウムに耐熱性を付与したようなものも取り扱ってますので、よかったらぜひお願いしますっていうところですね。はい、割とあの石灰自体っていうのはなんか昔から使われてたりするので、はいはい、そうですね、よく見ながらして、なんか実際にそれを応用っていうのになるとなかなかあんま聞かないなと思うんですけども、石灰とはちょっと別のものになってますので、石灰自体も全然まだ取り扱ってますので、はい、よければご相談いただければなと思います。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、かわいい石灰工業株式会社さんでした。はい、じゃあ次お邪魔させていただきます。YouTube の方でですね、はい、簡単にライブ配信で展示会の見どころ、はい、まあ、これから3日ありますので、はい、ここ見に来てくださいとか、はい、なんかこれ面白いよみたいなのがあればですね、はい、簡単にちょっと紹介していただきたいのですが、私とですね、クラリアントジャパンと申しまして、はい、まあ、今回のですね、界面活性剤を扱う部隊がですね、ここの出展してます。はい、で、まあ、今最近のやっぱトレンドとして、まあ、サステナビリティとか、まあ、エコとか CO2 削減とかですね、まあ、そういうテーマがあると思うんですけども、まあ、そういったテーマに沿った製品を今回ご紹介しています。で、まずあっちの方がいいと思うんですけども、はい、今回ですね、今のかなり力を入れてご提案している製品としてですね、植物 100% 植物由来の界面活性剤というような製品なんかも実は扱ってございまして、まあ、従来今回界面活性剤は、まあ、脂肪ゾカルコの硫黄付加物とかですね、まあ、ポリエチレングリコールとか、まあ、そういうものをご紹介してますけども、まあ、従来の製品って基本的には
まあ、脂肪とかアルコールの部分はですね、まあ、植物由来だと思うんですけど、まあ、エチレンオキサイドの部分というのはあの鉱物由来というようなものだったのに対してですね、まあ、現在弊社の方では 100%、まあ、エチレンオキサイドの部分も含めて 100% 植物由来の製品を作れるものだと、そのことでそういった製品を紹介しています。で、まああのまあ従来品の製品の場合、まあ、エチレンオキサイドをですね、製造するプロセスで、まあ、CO2 を、まあ、排出しますけども、まあ植物由来のものだとですね、CO2 を削減できるということで、まあ、そういった意味ではあの CO2 の削減とか、まあ、サステナビリティにいろいろ寄与できると、そんな製品になっています。なので、まあ、脂肪属アルコールの飲用付加物とか、まあ、ペグとかポリエチレングリコール、まあ、そういったものであのエコの製品とか CO2 削減というそういった意味があったらですね、ぜひ弊社品いろいろご経験いただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱりあの界面活性剤、まあ、植物由来にすることによっては、まあ、界面活性剤の機能というのがございますよね。こういったものの、その物質的な性能というのはどうなんでしょうか。あのそこに関してはですね、基本的には大きく変わらないと、まあ、あのケミカル的には同じような構造になってますので、はい、あの大きく変わらないというふうに認識いただければと思います。まあ、でも実際にあの製品のサンプルなんかも収めてきますので、はい、そちらで見ていただいて、まあ、どうかというのを見ていただいた上で判断いただくことになると思いますけど、まあ、そういった形になります。用途としては大体どういったところをイメージされているんですか。あのですね、一応、まあ、あの私ども、まあ、界面活性剤が使えるところは、まあ、基本的には全てが、まあ、あのターゲットになってるんですけども、まあ、今回あの、私ども自体はですね、まあ、あの界面活性剤を使っている部隊の中でもあの消費者向け、まあ、例えばあの、化粧品とか、はいはいはい、ホームケアの洗剤とかですね、まあ、そういったのを扱っている部隊と、まあ、今回の工業用の部隊、まあ、そういうのを扱っている部隊が実は工業用部隊は今回参加してるんですけど、はい、まあ、例えばこういうものも、まあ、今後、まあ、なんかその、まあ、潤滑油の添加剤だとか、はいはいはい、またはペイント&コーティングの分散剤とか、まあ、乳化とかですね、まあ、そういったところでもいろいろ使っていただいたりとか、まあ、なんか、まあ、いろんな添加剤とかですね、に使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった部分でもやっぱりこう植物に変えていこうという、はい、先んじで提案していくっていうことなんですね。そうですね、まあ、会社として今 CO2 削減とか、まあ、そのエコとかですね、まあ、そういうところにね、かなり力入れてやって、サステナビリティに力入れてやってますので、まあ、そういったところでいろいろ各お客様にご協力できることあるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。はいはい、じゃあ以上をもちまして、あのクラリアントさんの方のブースの方の紹介を終わらせていきます。どうもありがとうございました。じゃあすいません、あの、はい、今 YouTube でいろいろな各ブースもあって、はい、展示会の見どころをですね、はい、まあ、簡単にちょっとご紹介いただいてるんですけども。はいはい、はい、今回なんか面白そうなものをいくつか教えていただければと思いますが。そうですね、まずはあの三菱マテリアが得意としている銅合金の方を、まあ、抗菌力のある抗菌銅の製品、非常にあの、まあ、鮮やかな艶がそのまま維持できるような特殊な、合金となっております。はい、あと鉛銅の鉛フリーの銅合金もあります。それが一つ、まあ、三菱マテリアルグループとして の、 あの、まあ、売りですけども、こちらの方になると、非常に表面処理系だったり省エネだったり医療系だったり多岐にわたっています。これ、はい、まあ、一つ一つ面白いなと思うんですけども、はい、まあ、やっぱりこの例えばまあこれ医療用ですからノーボンだったりするんですけども、はいはい、やはりこういったものは表面とかそういう、まあ、なんていうのかな、よく抗菌とか、まあ、よくこういうウイルスじゃないですけども、こう、はいはい、そういった衛生環境、まあ、衛生菌という対、はいはい、そういった細菌性とかっていうのはこれやっぱあるんですか、表面に。はい、このように実際にあの試験をしましてですね、ウイルスの数が、まあ、ゼロに60分ほどになってしまいます。こちらにある製品は全て、はい、といったやっぱりコロナの関係もあるので、はい、今のところはですね、医療関係北里大学病院の、はい、あのドアの取っ手とか採用いただいてるんですけども、あのもっと広く、アピールしていきたいと思ってます。これは例えばこれはあの表面にコーティングなんですか、それともまあ実在量そのものがっていう。実際そのものです。はい、こういったあのボールペンもですね、はい、作っておりまして、このやはりあの公共機関などでよくボールペン皆さんこう書き市役所とかで書くんです。こういうのもですね、皆さんがこう不特定多数の方が持つようなボールペンなんかにも非常にこう殺菌能力のあるようなこういう用途もあります。じゃあもうこれはあのこれ材料が材料である限りは半永久的に。
効果としてはあると。はい、はい、で表面だけじゃなくて、もうそういう抗菌土そのもので作ってますから、はい、だから例えばまあ擦っちゃったとか、はい、傷ついちゃったって言っても基本的にその傷ついた断面においても同じ効能が、はい、そういうことですね。はい、抗菌塗料とかと違ってですね、定期的に塗り直す必要とかありません。なかなかちょっとお値段的には良さそうなのかなっていうイメージを持っちゃうんですけども。そうですね、ちょっとそこは確かに、まあ、銅の価格も高騰しているところもありますけども、はいはい、やはり、まあ、なんていうんですか、人の命というか、いうところ健康というか重要視していただける用途には使っていただきたい。まあ、でも確かにこういうのって一度買えばね、もうそのままずっと使えるものなので、そうですね、はい、いいのかもしれない、はい、今まで銅合金はどうしてもその緑色のサビが出ますから、それがないっていう新しい合金になりますね。あとは、はい、なんかいくつかないか、見た目に面白そうなのがいくつかあるんですけれども。そうですね、はい、これはですね、特殊な塗料でして、はい、浸水発油、はい、浸水発油っていう効果を持ちます。どういうことかというと、このろ紙で水は通過していくんですけど、はい、油はこれ油なんですけど油通過しません。そうすると油水分離に使える、はい、そういうろ紙に染み込ませて水と油を分けるこれは工場なんかで排水するには必ずやらなきゃいけないことなので、こういった利用価値がある。塗料でこういうことでいいと。じゃあそういうフィルターもこういうに使えると。はい、そうです。コーティング剤なわけですね、はい、それに感心させるみたいな、はいはい、撥水発油、さらに浸水で撥水発油もありまして、はい、厨房なんか、レストランさんなんかの厨房なんかには、はい、油が飛んだりして結構なかなか落ちないっていうのは、それが汚れがつきにくい、はい、そういう塗料の用途があります。なんかこれ実演していただけるんですか。これはですね、これはですね、水、汚れがつきにくいのが特徴なのでちょっとあれなんですけど、まあ、とにかく弾きますと、はい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 、水でやりますね、まあ、とにかく もうものすごい弾きがいいという、だから汚れが全然つきませんと、うん、そういう塗料になります。はい、これは金属面に対しての処理と。あ、樹脂でも大丈夫です。樹脂でもいけます。はい、もうこの液を御社の方で。そうですね、塗料の液体を売らさせていただいております。はい、でもこちらのこれも面白いですね、なかなかね、油とかのフィルターとか、ね、はいはい、水は通すんですけど油は弾くという、うん、非常に特徴のあるものです。はい、ありがとうございました。はい、どうも。じゃあ三菱マテリアルトレーディングさんのブースからお送りしました。はい、じゃあ次参ります。じゃあお願いします。はい、ご主人にお任せします。あ、すいません、こんにちは。あ、こんにちは。今展示会の方で、YouTube の方で、まあ、企業の見どころをですね、はい、紹介してるんですけども、はい、いくつかちょっと面白そうだなと思うものがあるんですけども、ご紹介いただくことは可能ですか。はい、まあ、私ども東京インキーですね、1923年創業で、今年100年を迎える、はい、100周年という形で、今回展示会もいろいろと設けてるんですけど、インクジェットインクとオフセットインク、あとグラビアインキと、あとうちのグループ会社の荒川塗料工業のニスを中心に展示をしております。はい、今カメラが回っているのが産業用インクジェット、 TIC ジェットという形になっておりまして、産業用途、紙とかそういったものもあるんですけれど、金属とか樹脂とか、あるいは用途としては建材とか、そういったものに特殊なインクジェットを紹介をさせていただいています。はい、順番に回っていきましょうか。はい、それでですね、こちらの方に今、メディカル用という形で今置いてるんですけれど、ここにセキュリティラベルのインクジェット、あるいは最近非常にコロナ禍で需要が増えてきてます抗菌抗ウイルスのコート剤ですね。あと私ども合成樹脂の着色剤もやっているんですけど、メディカルグレードマスターバッチコンパウンド、あとそのフィルムですね、合成樹脂加工品、そういったものを紹介しております。ちょっと反対側の方にもありますと、
回あの一つ目玉として出しております。ちょっと待ちください。はい、お願いします。でこれ今回一つ目玉として出してます、ガイア VLC という製品なんですけど、オフセット輪転機、通常ですと印刷機の工場の中で、バーナーを焚いて CO2 を排出しているんですけど、その CO2 を石油系材料から植物材料に陰気の中の材料を置換することで、植物が成長過程で吸収する CO2、これとオフセットするという考え方で、カーボンニュートラル化、これは一応数値検証計算をいたしてましたが、あのカーボンニュートラル化に成功という製品でございます。であのキーポイントは、あの通常のオフセット輪転機ですと、あの石油系から植物由来に変えますと乾燥性に課題がどうしても発生してしまう、はい、でそれを新しい技術、樹脂ワックスを採用することによって、乾燥性が従来の製品と遜色ないようなものに、まあ、設計施工をさせていただいたと。でこれあの環境対応を求められるような自治体とかですね、そういうブランドオーナーとかに広く訴求をしていきたいという製品になっております。今まではその新しい材料を使ったら乾燥に時間がかかって、そこでエネルギー使っちゃうよって、そんなイメージなんですか？おっしゃる通りですね。あの乾燥性を上げるためにどうしてもそのバーナーの温度を上げたり、そうしますと紙にダメージがあったり、はい、そういうところに課題がたくさんあったんですけど、私どもの方は従来のそのインキと同じような環境下でオフセット輪転機を印刷することが可能になっているという製品になっています。こちらが今回あのメインで展示してますが、グラビアインキ環境調和型という形でやっております。でライスインキというのは、今まであの米ぬかの油、はい、食べられる米の油と食べられない米の油というのがございまして、はいはい、食べられない非食用の部分というのは捨てられてたんですね、はい、この非食用の米の油をインキの中に入れて、バイオマスインキという形でライスインキを出しております。でこれもあの先ほどのガイア VLC と同じなんですが、バイオマス材料を使用しますとどうしても乾燥性に課題が出てしまうと、でそれを新しい技術を使うことによって従来と同じような印刷適性を持たせて、印刷することが可能になっているというような製品になっております。これはの下に実施例として米の袋とか、容器とか出てますけど、あのライスインキというマーク、最近コンビニ の袋とかにもライスインキって入ってますけど、はいはい、こういったものやなんかを使うことによってブランドオーナーさんにも訴求をしてもらうというような環境対応製品になっております。それから右手はモノマテリアル化のご提案、バリア材ですね、フィルムにグラビアインキを塗布することによってバリア性を付与するもので、リサイクルで持っていくときに今まで服装のラミをいろいろと貼っていたものが、リサイクル困難だったものが光沢剤を使用することによってモノマテリアル化が可能になっているというような製品になっております。裏側行きましょうか。はい、こちら同じくグラビアインキ、大丈夫かな、グラビアインキなんですが、左が脱プラ、原プラ、紙化という形ですが、今大きくそのプラスチックからまた紙の見直しというところが出てきておりますが、その紙をそのままプラスチックに置き換えてしまいますと、例えば耐水性とか耐油性、そういったところで課題が出てしまいます。それに紙にラミしたりなんかしますと、またそこでプラスチックが発生してしまうと。で紙にコーティングをすることで耐水性とか耐油性を付与してあげるということで、まあ、今まではパッケージとかそういったものに使われてたんですけど、それ以外の用途でこういったコーティングやなんかの用途というのを展開しております。で右側あのレジ対応インキ、これは補色とかですね、コロナ禍であの家の持ち帰り需要とかそういったものがある中で、高機能性を求められる、で安価でかつ非常に機能性が高いものが求められますが、新たにレンジ対応インキとしまして、包材ごとそのままレンジにかけても、例えば蒸気が出ますとマイクロ波に反応して、発熱して包材が溶けてそこから蒸気が噴き出すような、インキを新しく開発しております。それから、レンジに対応させられるような金とか銀とかの意匠性インキ、こういったものを作っております。で続きまして、こ
ちらの2021年から私どものグループ会社に入りました荒川塗料工業の製品になりますが、コニカミノルタ製のデジタル印刷機、こちらにも出ておりますが、そういったもののデジタル印刷機に対応したニスを作っております。で、光沢加工やなんかをやられている方ですと、ご経験があるかもしれないですけれど、デジタル印刷機というのはトナーとかも含めてちょっとやりにくい、そうですね、ニス加工が非常にしにくい部分があるんですけど、それはカスタマイズによって、適正を得られることというのが可能になりました。で、今回出している電子写真方式、インクジェット方式、それぞれに対応している UV ニスと、あと水形のニスというのがございますが、特徴としましては後加工メーカーさんというのは皆さんコロナ処理の機械を持ってないことが多いですが、コロナなしで適正が得られるニスになっております。まあ、コロナかけると他社メーカーのニスでも適正が得られるものがあるんですけど、コロナなしで適正が得られるものというのは非常にない。そういうことでデジタル印刷機メーカーさんと協業をさせていただいて、こういうものを発表させていただいております。確かにデジタル印刷機コロナ放電処理とかは、ね、なかなか、ね、なかなかないですね。ですので、そこに対応する形でニスの設計をしております。で、最後バイオマスニスですね。これは先ほどから のお話の続きになりますが、石油由来の溶剤を使っていた製品を環境配慮型ということで、バイオマス材料を使ったニスを設計しております。で、これは従来オフセット、そういった紙や中の印刷物でインキの方が注目されがちだったんですけれど、後加工 そのコート材についてもこういったものやニーズが非常にありましたので、バイオマスという形で、まあ、10% なんですが、そういったものを添加したニスというのを今回発表させていただいております。で、最後に、ちょっとこれここまでが私どものブースの展示なんですけれど、ナノテック展、あと同じこのコンバーテックの中にグリーンマテリアル展というものがございまして、はい、グリーンマテリアル展の方で環境対応の合成樹脂の製品、はい、ナノテック展の方で、自動車の二次電池に使われます放熱キャップフィラーとそういったものも展示しておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。はい、そうですね、はいはい、ありがとうございました。以上、よろしくお願いします。どうも、東京インキさんのブースの方からお送りしました。はい、どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。村上さんの方のブースにやってまいりました。はい、じゃあ村上さんの方のブースにやってまいりました。今回の見どころの方をよろしくお願いします。はい、弊社株式会社村上は1965年の創業なんですね。で、約58年間スクリーン印刷に使われている観光乳剤を、製造開発販売をしてまいりました。その技術をですね、多用途への展開をするということで今回出展しております。主にこちらにあるようなバインダー系の樹脂の提供、それからサンドブラスト用のレジットフィルムなどへの提供を主に今回は出展させていただきました。具体的にはどういったその役割というか新しいものになっていたりするんですか？主にですね、我々は水現像と、はい、普通の水道水と同じような水現像で現像できますよというのがメインになっています。通常こういうレリーフパターンを作る場合にはアルカリ現像であったり、はい、溶剤現像であったりするんですけども、環境に配慮したと、作業環境、時代的な環境的なところで配慮したパターニングができるよというところが売りになっております。実際はどういったところに大体採用され、今までその UV パターニングだったりとかいろんなところの、水に置き換えていこうって、そんなご提案なんですか？そうですね、まだまだ実績としてはないんですけども、よりこれを皆様の方にですね、広く、知っていただいて、はい、水というところで、展開をしていっていただきたいなというので、ご紹介ということで、今回はご紹介という形になっております。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた3日間よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ一回ちょっと休みにしましょう。はい、以上、今までちょっと午後の部やってました。さすがにやはり午後はですね、非常に見て分かると思いますけど、会場の方もいっぱいいまして、なかなかこうにぎわいの中で、すみません、邪魔をしながら撮ってる形になりますので、ちょっとお見苦しいところが多々あったかもしれません。でまた引き続きですね、またグリーンマテリアルであったりとか、展示会の方 の方のご紹介もさせていただきますので、とりあえず一旦ちょっと新規の製材料というのはこちらの方にてちょっと終わらさせていただきますので、また引き続きご視聴の方よろしくお願いします。どうもありがとうございました。